皆さんこんにちは、ハンマー FM のハマケンです。今回は FNCS 直前特集第2弾ということで、インベントリの構成について話していこうかなと思います。スラップスプラッシュが登場してから初めてのディオキャッシュということで、クーラーボックスなどから出現する内容にも変化がありました。そしてショットガンは結局どれを持つのか、アサルトはどれを持つのか、回復枠は何枠かなど、様々なデータを集めてみました。それでは行きましょう。例によって EU ディオキャッシュから複数マッチ分のデータを集めてきました。調査が一番大変なんでね、よければ高評価&チャンネル登録をお願いいたします。さて、今回のデータはアンチとしては12分の7アンチ、マッチの時間としては全体としては約18分半ほど、経過していてですね、終盤に差し掛かる時点でのインベントリっていう内容を調査してきました。今回はインベントリの説明として、最初に一番多かったインベントリの構成っていうのを説明した上で、各枠の内容を説明していこうかなと思います。まずはインベントリの構成について、今回のインベントリの構成をショットガン、アサルト、サブマ、ライフル、回復、移動、そしてその他の7種に分類しました。ちなみに移動はスラップジュース、もしくはスラップスプラッシュとなっています。インベントリの構成の種類は今回調査した中では22種類あったわけなんですけども、4位以降っていうのは一気に件数としても減ってしまう内容となっていて、つまりまあ上位3位を説明しておけば大体のものをカバーできるんじゃないかなというところなので、今回は上位3位ですね、を説明していこうかなと思います。一番多かった構成はショットガン、アサルト、そして回復が3枠。2番目に多かったものがショットガン、アサルト、そして回復2枠と移動1枠。そして3番目がショットガン、アサルト、回復2枠、その他の1枠という状態になりました。基本的にはこの構成となっていて、リオでの構成としては2人とも回復3枠構成か、一人を移動構成にしているかっていうのが、まあ王道のパターンだったのかなと思います。まあ特殊な例としてね、拡張でエキゾチックのブリーチャーが取れた場合っていうのはまた変わってきていて、まあ相方の武器構成に回復1枠っていうのを削ってリピーターライフルを追加にする場合っていうのは結構見受けられました。特にカミセッティは積極的にホルターカラバコを巡っていて、この構成をむしろね、第一優先にしていた感じすらしています。まあ、顔を出すのがね、怖すぎますよね。この絵はやばいっていうね。さて、構成の説明が終わったので、次は個別カテゴリーで説明をしていきましょう。まずはショットガンランキングです。ショットガンは6種類ありますが、1位はぶっちぎりでハボックポンプでした。シャープトゥースといい勝負するのかなと思いましたけども、率で見ると、ハボックが 78.8%、シャープトゥースが 12.4%、ブリーチャーが 7.3%、アクセララントが 1.5% となっていて、まあ、2つほどね、ショットガンがなかったことになってますね。シャープトゥースを持つ条件としては、ハボックのリアリティっていうのが低くて、近所となっている時っていうのが結構多かったのかなっていう印象です。また、ブリーチャーが出た場合は 100% ブリーチャー選択してるっていうのがまた特徴的でしたね。まあ、ショットガンのレアリティを揃えて、まあ、優先度で見ていくとするならば、ブリーチャー、ハボック、シャープトゥースの順番となっていきそうです。次にアサルトのランキングを紹介します。リピーターと DNR の扱いっていうのが結構めんどくさかったんで、ここではアサルトにね、もう混ぜて紹介していこうかなと思います。まあ、そうしていくとアサルトは全部で5種類あって、1位は MK アサルト。特にまあサージが結構厳しくなるレートの高いマッチっていうのは MK を持っていくディオっていうのがまあ結構多かったんじゃないのかなと思っています。まあ、フラップジャック持っていく、ディオっていうのも結構多かったんですけども、まあ持つ条件としては基本的にはレジェンド、もしくはミシックっていう場合が結構多かったですね。まあ、ミシックの場合は2人とも、レジェンドの場合は基本1人だけで MK を1人で、残していくというパターンは結構見受けられたかなと思います。リピーターライフルは先ほど説明した通りですね。まあ、ブリーチャーがあれば選択をしていくっていうパーティーは多かったかなという印象です。まあ、ここでもね、DMR とかね、ハボックアサルトとかね、あるんですけど、まあ、なかったことになっているというような状態ですね。さて、次に昇降系ですね。
全体としてそもそも昇降系武器を持っているディオ自体結構少なかったです。昇降系武器を構成として入れている構成率は全体のたった 8.7% しかありませんでした。さてそんな中ですね、あえて持つという構成の場合のランキングはこうなりました。コンバット 52.6%、 ピストルが 42.1%、 通常のサブマが 5.3%、 厳しいですね結構ね。まあ昇降系系が結構持たれない理由として考えられるのは、まあ MK があるので、まあ、コンバット持つ理由っていうのが少ないのかなっていうところだったんですが、ただサベージ選手とかね、バビール選手とかを見ていると、ダブル級マッチとかでは持ってたりはしたので、対面構成重視で考えるとマッチによっては、まあ、コンバットとかを選択する選手っていうのはいるのかなといった印象になっています。さて次は回復枠です。インベントリの構成が先ほど伝えた通り王道は回復3枠となっています。持ち物自体は多少偏りっていうのはあったんですけども、代表的なパターンっていうのを紹介しておきましょう。一番多かった鉄壁パターンはこちらです。スラープジュース、デカポ、ミニポの3種盛り。いやーこれは強いですよね。次に多かったパターンっていうのはスラープジュースを2枠以上獲得できているパターンです。この場合はスラープジュースが2枠、ミニポとなるパターンが一番多かったですね。あえてデカポを残すパターンっていうのもありましたが、まあ、全体的に言うとミニポの方がまだ比率としては多かったっていう状態ですね。スラープジュースが一切取れなかった場合で多かった構成っていうのはミニポ、デカポ、スラープスプラッシュの3種盛りとなっているというような感じですね。スラープジュースが取れなくなった場合で2枠構成の場合はですね、回復ではなくフレアガウンっていうのを持ち歩くパーティーっていうのも言いましたよ。さて、いかがだったでしょうか。今回はインベントリの構成で多かったランキングっていうのを EU のプロたちからデータを集めてご紹介をしてみました。最後にまとめです。結局ディオでの最強構成っていうのは何なのか。まずブリーチャーが登場した場合です。この場合のディオの最強は以下です。1人目がブリーチャー、そして MK、 スラープジュース、デカポ、スラップスプラッシュの順番ですね。で2人目がハボック、 MK、 リピーターライフル、スラープジュース、ミニポという構成が、強いという状態になってます。これがまあいわば王道という状態ですね。さて、ブリーチャーがない、いわばこちらが通常のパターンですね。1人目がハボック、MK、スラップジュース、ミニポ、スラップ、スプラッシュ。そして2人目がハボック、MK、スラップジュース、ミニポ、デカポと。まあ、この構成っていうのがディオの王道となりそうですね。あとはレアリティが違いすぎる武器が出た際に、ハボックがシャープトゥースになったり、MK がフラップジャックになったりと、まあ、コンバットサブマ金とかね、ミシックピストルっていうのをやむを得ず選択したりと、まあ、いろいろ変化は出てきそうっていうのはあるんですけども、基本はこの構成がベースとなるのは間違いがなさそうです。はい、いかがだったでしょうか。今回は FNCS 直前で開催された EU ディオキャッシュから12分の7アンチ時点での全パーティーのインベントリ構成っていうのをね、データ化してご紹介させていただきました。全部でね、22種類あったんですけども、まあ、結局ほとんど集約されて、基本は先ほど伝えたパターンにはなってくるんじゃないのかなとは思います。ぜひね、FNCS 参加される方の最後の調整の参考になれば幸いです。ハンマー FM では、ハマ系の独自視点での動画を作成しています。今回のような動画をまた見たいという方はですね、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。コメントもね、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは。